劉備を人の人です。人徳の人っていうイメージはありますね。うん、どうかなと思いますけどね。私は劉備が一押しなんで、民のために自分を犠牲にしてやっていこうとする。なんで首かしげてる渡辺先生が横にいらっしゃるんですけれども。それではゲーム散歩の方を始めていきたいと思います。今回は三国志14 with パワーアップキットを三国志の専門家のお二方と一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。まずゲスト紹介の方をさせていただければと思うんですが、渡辺義弘さんは普段どのようなお仕事をなされてるんですか？早稲田大学の文学学術院というところで授業をやったりしております。はい、実際三国志を大学内で教えてるって感じではあるんですか？そうですね、三国志を教えると人がいっぱい集まっちゃうから嫌なので今はやってないんですけど来年はやろうかなと思ってます。あ、やっぱかなり人気なんですね。学生さんたちからも。その100人超えちゃうと面倒くさいんですよね、採点するのがね。リアルなんです。ありがとうございます。それでは戦国さんの紹介の方をさせていただければと思うんですが、戦国智子さんは普段どのようなお仕事をされてるんですか？私は二松学舎大学文学部都市文化デザイン学科で中国語などを教えています。で、二松学舎大学の都市文化デザイン学科はちょっと変わっていて、アニメとか漫画とかのコンテンツ文化を学ぶことができるちょっと変わった大学です。お二方結構お二人で仕事してるってこともあったりはするんですよね？そうですね、この間横山道徹先生の、漫画を使った中国の本を出させていただきました。はい、それでは早速その三国志のお話の方行きたいんですが、結構やっぱ日本でも三国志ってジャンルとしてはとても人気なものだとは思うんですけども、三国志の時代っていつなのかっていうのを渡辺さんにご説明いただきたいんですが、三国志っていうのは3世紀中国の3世紀で、それまで漢っていう漢字とか漢民族とかそういう名前の元になってるでっかい帝国があったんですけれども、さすがに400年続いたんでいろいろと制度疲労が起こっていて、そうした中で曹操が基本を作っていく義、これから劉備が作って諸葛亮が助けていく職、まあ、正しくは漢の継承の国家になって漢って言うんですけどね、職漢と言ったりなんかします。それから孫権が江南に作った呉という3つの国が争い合っていく時代、それが三国時代ですね。なんかその世界史とかでも僕も勉強したんですが、意外と世界史の教科書だとちょっとなんか描かれてない感じは、ね、三国志そのものは魏ができたのが220年五漢が滅んだ年ですけれども、それで呉が滅んで中国が統一されるのが280年なんで60年ぐらいなんですよ。うん、で60年ぐらいなんで世界史で勉強すると本当にちょっとしか出てこないんでしょうけれども、それが漢っていう非常に大きな帝国が潰れていく時代なんですね。ちょうど3世紀っていうのは世界的に気温が3度ぐらい低くて、ローマ帝国も軍人皇帝時代っていう戦いの時代なんですよね。で同じように中国も戦いの時代になり、この後五胡って言われるような異民族が南下してくるんですね。でそういうふうな分裂の傾向の中で統一っていうものを掲げてさまざまな政策を展開していくんですけれども、その中で曹操がやった徴っていう税金の取り方とか、あるいは屯田制っていう土地制度なんかがやがて隋唐帝国の租用徴とか金田制とかそういうのになってくるんですね。だから短いんですけど中国の歴史が非常に大きく転換していく場面なんですね。だその辺のところに面白さがあるんだろうなっていうふうに思います。じゃあ結構中国のその礎となったそういう制度とかが作られた時代でもあったっていう、日本が取り入れた律令体制っていうものの基本ができてる時代なんですよね。で漢っていうのは律はあるんだけど令がなかったりなんかするんです。だから漢のような帝国のあり方っていうものが一回潰れた時に新たなあり方をこう模索していくっていう時代なんですね。もうちょっと具体的に言うと儒教っていうのがあって孔子が始めた思想ですけれども、それを中心として漢って出来上がってたんですけどね、思想的にもそういうのが潰れていって、で例えば道教とかあるいは仏教とかが出てきて、で隋は仏教国家になりますし、唐っていうのは儒教道教仏教っていう産業を並立していくような国家になっていくんで、そういうさまざまなものが出てくる時代だなって考えるといいと思いますね。
じゃあそこがもう三国志の魅力でもやっぱあるという。そうですね、だから三国志の魅力っていろんな種類の人間が出てくるんですね。つまり漢っていうそういう国家を理想として考えてずっとそれを続けていこうっていう風な連中がいるわけで、今の日本語で言うと保守勢力になると思うんですけれども、その漢というものを守ろうとした劉備やあるいは諸葛亮の生き方っていうものもあるし、でその漢っていうものに対して新たな時代を築いていこうっていう非常に革新的な政策を引いていった曹操と、その曹操の支えていった人々もいるし、で中国そのものを統一するのを諦めていくっていう非常に中国では例外的な考え方なんですけれども、江南っていうところで生きていこうって考えた後の人々、そんな風にいろんな考え方が混沌として出てくるんですね。まだ時代の方向性が見えないから。そういう中でそのさまざまな人間たちが織りなす模様が楽しいっていうのが三国志の特徴ですね。ありがとうございます。戦国さんと渡辺さんはそれぞれご専門が微妙に違ったりはするんですか？同じ三国志の専門家だとは伺っているんですけれども、はい、僕は歴史とか思想とか、つまり三国時代そのものの3世紀の専門家なんですよね。で戦国さんの方は三国志を題材とした歴史小説が書かれていくんですけれども、それが三国志演義っていう形で実現していくわけですが、その三国志演義が出来上がったのが明から清にかけて、つまり元の終わりぐらいから、だから14世紀ぐらいから後の専門が戦国さんなので、僕と戦国さんは1000年以上時代が離れている。ちょうど今そういう話になったのでお聞きしたいんですけども、そもそも三国志って史実と演技ってのがありますよね。なんかそこの違いってのがまさにその1000年後に出されたのが演技で、史実ってのがかなりさらに前に出された本っていうんですか、三国志っていう本があるんです。陳寿が書いた三国志っていう本をもとに、羅漢中っていうその元の終わりから明の初めにかけて生きたと思われてる人、その人がまとめたって言われてるのが三国志演義っていう歴史小説なんですね。でその三国志演義っていう歴史小説があって、僕が説明しなくていいかお願いします。いやいや、聞いてましたよ。ぜひお願いできれば。小説の三国志演義はさっき渡辺先生がおっしゃってた三国時代を舞台に描いた小説なんですけど、三国時代が終わった後に語り物とか詩で三国のお話はずっと語り継がれていて、読み物になるのは現代っていうモンゴル人が統治していた時代、その元の終わりぐらいに最初前奏三国志平和っていう上に絵がついてて下に文章がついてる簡単なコミックみたいなものが出たんですね。でそれはすごいまだ短いお話なんですけど、で今皆さんが読むことができる三国志演義のお話っていうのが元になっているのが明代になって書かれた三国志演義っていう本でありまして、それが小説です。でその後例えば日本だったら横山ミステル先生の漫画とか吉川英治の小説とか、みんなその明代に書かれた小説の三国志演義をまあ元にお話を書いている感じであります。小説だったんですね。はい、だいたい日本で三国志好きなんですよねっていう風に言われる方は、それは歴史の三国志ですか、お話の三国志ですかとは聞きませんけれども大概やっぱり諸葛亮のこういうとこは好きなんだよねとか、漢はかっこいいよねとかっていうのは、だいたいお話の中からイメージで好きになってるって方が多いかなというふうに思います。じゃあなんかその史実と演技じゃやっぱ全然違うものなんですか、その描かれ方というか。どうなんでしょうね、全然違うというわけでもないですよね。7割ぐらい一緒ですね。7割ぐらい一緒、そこまで持ってるわけでもないっていう感じなんですか。食の話を非常に大きく盛るんですね。諸葛亮がマジシャンのような働きをするのとあと漢が死ぬほど強い形になると劉備が圧倒的に泣いてしまうっていう、本当は傭兵隊長なんでものすごい強い男なんですけれども、それが泣いてばかりいないと周りが助けられないじゃないですか。玄奘三蔵だってものすごい筋骨隆々 のお坊さんなんですけど、インドまで行ったわけだから、それが思いっきり強いとカッパとか豚とかに活躍できないとかいらないなりますね活躍するために玄奘三蔵って泣いてばっかりになっちゃうんですよね。それと同じように劉備って非常に弱くなるっていうこと、そのことが小説の三国志演義の特徴ですよね。今ちょうど武将の劉備を画面の方に映し出させていただいたんですが、なんか今聞いた感じのなんていうんですかね、すごいやっぱり優しくて仁の人です。仁の人、仁徳の人っていうイメージはありますね。どうかなと思いますけど、ね、私は劉備が一押しなんで、はい、そういうさんやっぱり劉備が一押し、はいはい、劉備の魅力っていうのはどこにあるんですか。やっぱり民のために自分を犠牲にしてやっていこうとする、
なんで首かしげてる渡辺先生が横にいらっしゃるんですけれども、どうかな、はい、私あの三国志はあの子供の頃に見た人形劇三国志から入っていまして、 NHK でやっていた、あのとにかく劉備がすごくよく描かれてたんですよね、はい、なのでそのイメージが強いのかもしれませんけれども、でもあの中国の原作の三国志演技を読んでもやはり劉備は仁の人として書かれていますので、はい、なるほど。はいはいいんだけどさ、その列伝のところに書いてあるのだと、はい、あの桃園の誓いでっていう、その桃園の誓いってフィクションなんですよね。あ、これフィクションなんですか。関羽張飛と義兄弟になりっていうのは義兄弟ではないんです。君臣関係なんで、だから兄弟のようであるけれども君臣の別はちゃんとしてたんだっていうことを歴史書は書いてあるんです。でそんなのが物語だと義兄弟になっちゃうっていう。あ、やっぱりその横山さんとかの本僕は読んでたので、やっぱ義兄弟って言われてたから、うん、結構対等な関係なのかなとは思ってたんですけど、ね、あの秘密結社が民心ってあるんですけどもね、はい、その秘密結社が出来上がっていくときに義兄弟の誓いっていうのをやるんですよ。だからそんなものから影響を受けてるし、逆にそんなものに影響を与えていくんですね。そういう関係で義兄弟っていう考え方が出来上がってるのと、あと関羽は義の人なので、だからその義っていう言葉をどうしても使いたいっていう小説的な要求です。それから続いて見ていくと、黄巾族とか董卓の討伐戦とかでは活躍してないんですね。ほとんど何にもしてないと思います。厳しいチェックが。なんで渡辺先生のお話を伺ってると、あの夢がなくなるかもしれない。そうですね。今お話した以外のところは大体合ってるんです。そういう話なんで7割合ってますよって話なので、はいはいはい、今回このゲーム武将の今プロフィールが映ってると思うんですけども、はい、まあ、こんな感じでその演技と史実の両方の一応説明が載ってるっていう感じの、まあ、描かれ方してて、でもこう見ると史実がめちゃくちゃちょっと短く描かれてはいるんですけども、一行ですね。そうですね、ほぼ一行なんですけども、だから円って書いてあるところの中にも史実が入ってるわけですよ。だから割合が短めになってるって感じなんですよ、うん、その演技で結構説明されちゃってるから、う、今ちょうどまあ劉備映し出されてるんですけども、その戦国さんのイメージはこれでやっぱ合ってますか。そうですね、この絵というか本人ですね、すごくいいと思います。なんか動いててすごい感動しました。あの お顔の感じもなんか、はい、仁の人っていう感じで優しさが表現されていて、とってもいい感じがしますけれども。だって耳見えたんだぜ。あの耳が長かったのご存知ですか。もっと耳長くないと見えない。副耳なんですよね。それはあの歴史書にも、あの記述ありますよね。あと腕も長いんですよね。そう、腕膝の下まで垂れたの。こんな短いよ、長いですよ。もっと長いんだよ。そんな身体的な特徴が一応その書には書かれてたんですよ、はい、でもいいこととして書かれてるんです。例えば仏像、仏の像なんか耳長いじゃないですか、はいはい、副耳って日本語もありますけれども、だからその劉備の耳が長いっていうことから手相とか人相とかの占いの中で、うん、耳が長い大きいことっていうのはすげえいいことになるんですよ。だからそういうのを踏まえてるので、三国志演義の記述だと耳が長くて、あ、この人出世していくんだなとか金持ちになるんだなっていうのが分かるわけです。そういうふうな文学の表現がしてあるんです。あ、そういうことなんですね。そういうその時代その時代の社会状況っていうものがその小説の中に反映して分かりやすくなってるんだと戦国とも凝って学者が言ってますけど、この方ですね。歴史的に見ると単なる変な耳ですよ。特徴的な呂布から大耳野郎って言われてるし、ね、この大耳野郎が一番信用できねえよって呂布が殺される時に最後助けてくれないので劉備、うん、に言うんですよね。そんな罵詈雑言を吐くんですね、はい、そうです罵詈雑言っていうか割合そのままですけど、あの信用ならない大耳野郎っていうのが割合歴史的な事実だと。信用ならない方なんですか。裏切りますからね。あ、うん、戦国さん何か言いたそうな。いや、浸透しちゃったじゃないですか。ここで戦争が始まりそうですけど、何人に使えてるんだってことを考えてみれば、いくら傭兵隊長とはいえ、うん、もう曹操にも袁紹にも劉表にも公孫さんにもいっぱい使えてるでしょ。そういう人ですよ。いや、でもそれは袁紹とか曹操とかみたいにお家のバッグがないので、うん、はい、なので頼ってそうやって行かざる得なかったっていう苦しみがあったんだと思うんですよね。だから軍師のその諸葛亮に会った時の喜びっていうのは素晴らしいものがあっただろうというふうに私は思っています。あ、なるほど。やっぱり生き抜くためにやっぱそういうふうにいろんな人についていかなきゃいけなかった、はい、どうでしょう。全然もうなんかだいぶ見方は変わりました、ね、ルービーに対する。やっぱ僕たちが描いてたイメージっていうのは演技ベースだったのかなっていうのはこの現段階で感じてます。
そうですよね、うん、演技そのものでも例えば劉備のお母さんとか出てこないんですよ演技って。であれ劉備のお母さん出したのは吉川英治の独奏なんですけれども、うん、例えば日本で演技訳された辰馬先生と僕親しかったんですけれどもね、あの亡くなられたんですが、辰馬先生はその劉備のお母さんが訳した本に出てこないので、お前が訳した三国志は偽物だって言われていたというぐらい、うん、日本ではもう吉川英治の影響があって圧倒的で、横山先生の漫画も光栄さんのゲームも全部基本のベースになってるのは吉川三国志ですね。ああ吉川三国志なんですね。はい、吉川三国志と三国志演技っていうのは実は別物なんです。最初に出てくる不要記っていうあれ結局伏線が回収できなくなって吉川さん適当にごまかしちゃいましたけども、ああいうオリジナルキャラクターなんかも最初は作ってたんですよね。なるほど。じゃあ結構アレンジはされてって、それが今は私たち の, そのベースに結構なっちゃってるというか、吉川先生がもともと基づいてたのは、江戸時代に翻訳されたコナン文山っていう人の通俗三国志って本なんですけど、通俗三国志っていう本もまた跳躍であって、漢文は読めんだけど口語は読めないんですよね。僕と同じで、戦国さんは中国語できるんですけど僕できないんですよ、うん、日本古代の漢学者なんて漢文しか読めないですね、うん、コナン文山もそうだったんで、三国志演技ってのは漢文のところとその白話っていう口語体のところとあって、口語体のところは割合的適当に訳してるんです。で、もともと適当に訳してるやつをさらに吉川先生がオリジナルを加えたので、元の三国志演技とは結構日本の三国志演技って違うんですよね。へー。あとなんか中国の三国志演技と吉川英治の三国志の違いの一つ、結構大きなことだと思うんですけど、うん、さっき渡辺先生もおっしゃってましたけど、お母さんの描き方っていうのがかなり違います。劉備が黄巾族をやっつけに行くぞって言って義、うん、兄弟のちぎりを結ぶっていうのが三国志演技だと割とすぐに結ぶんですけど、吉川英治の方だとなかなか結ぼうとしないんですよね。なんでかっていうと、お母さんを置いていけないみたいな、で最終的にお母さんに説得されて、うん、だったら行きますみたいな、うんうんうん、なんて言うんですか、ちょっと言い方悪いですけど、やっぱり日本の男性のお母さん感みたいな、お母さん大好きじゃないですか日本の男性中国の男性も好きなんですけれども、やっぱりなんかちょっと違うんですよね。ウバに預けちゃうからね。そうそう、いいお母さん像のあり方が今でもそうですけれども、日本だとこう息子が風邪ひいた時に朝まで看病してくれたとか、お粥を作ってくれたお母さん像みたいなイメージ持ってる日本人の男性多いと思うんですけど、中国だといいお母さんというと、いい家庭教師を見つけてくるとか、息子の出世のために後押しをするって母親像がいいとされてるので、やっぱりその辺が小説の三国志演技、明代の昔のものではありますけれども、やっぱりこう日中の違いがお母さん像って出てるのかなっていうふうにちょっと思っています。一応ゲーム的な話で言いますと、今劉備のパラメーターっていうんですかね、ゲームなのでやっぱりその武将武将一人一人に統率力とか魅力値とか政治力とか知力とか、そういうパラメーターがありまして、劉備だと今こういう感じで数値は出されてます。で魅力やっぱ武力が随分高いですよ ね、 そうですね。三国志演技だと全然武力なんかないけど、はいはいはい、ちゃんと高くしてますよね。一応基準としては三国志の中で一応最強と言われている呂布が武力値っていうのは100あるので、うんまあ、それと比較しても、まあ、そこそこ高い感じではあります、ね。はい、部隊長ぐらいできるもんね、このぐらいあれば。そうですね、全然可能だと思います。だから傭兵隊長だったっていうのをちゃんと反映してるんだと思います。あ、なるほど。数値ではそういう史実の部分もちゃんと考慮されてる、うん、こんなに魅力あるかどうか分かんないけど話が戻ってしまう戦国さんからフォローが入りそうなポイントでした魅力100っていうのはいるんですか。魅力は今ちょっと待ってください、今魅力順で、相当しますと、あ、一応やっぱりルービーが1位ですね。そうなんだよね。2位が聴覚、聴覚がすごいね。はい、聴覚が今98。宗教者だからね。そうですね、うん、だから宗教的な魅力だって話よね。なるほどなるほど。黄巾の乱の指導者の方ですね、うん、そんな信仰してる人にとっては魅力100だからって。それは黄巾の乱っていう、あれは農民の反乱っていう感じで大丈夫ですか。そうですね、農民反乱ですね、はい、やっぱり漢の腐敗みたいのがあっての農民が不満が爆発してっていう感じでその反乱が起きたわけですけども、うん、中国の農民反乱って大体そうなんですけど、宗教者って割合常識外れな感じになるじゃないですか、うん、でそれはそれで構わないんだけども、でそれを支えていく知識人たちがいるんですよね、うん、だから聴覚の言ってることっていうものもかなりかっちりとした知識的な背景がある。
そういうふうなことを言っています。組織もきちんと作ってるし、ゲームやってると魔術使うやばいやつみたいな魔術は使えないからね、小説の世界以外では使えないのでかなりちゃんとしてるんですよ、政治集団として。反乱だけども構造自体はかなりその組織化されてたというか、農民反乱から国建てますからね。例えば民だって諸元省って農民反乱の指導者ですし、そのまま聴覚が皇帝になるっていう風な、そういう図式ってのもそんな珍しくないんですよ。そうなんですね。ただ諸元省なんかは皇帝になった途端に今まで信じていた白蓮教、何それみたいなことで白蓮教を禁圧して儒教っていう支配のためのイデオロギーの方を取るっていう、ひどいことをしますけれども、人間としておかしいと思いますがそういう宗教を利用しながら持ち上がっていく人間たちっていうのは結構王朝の上層部に行く知識人が多いんですよね。だから不満がたまってその知識人たちをきっちりとその官僚に吸い上げていくシステムがなくなる、具体的には宦官とか外戚とかそういうのが自分の知り合いばっか持ってって本当に有能な連中っていうのを置いてってしまうと、そうするとそれがこっちの方に流れるんですよ、そうすると国をひっくり返すようなものすごい力ってものを出すっていうこと。じゃあ割とエリートがその参加もしていたって、ただ農民だけじゃなくて、もちろん主力は農民なんですけど、それを支えて組織化しているエリートがいるんです。だから黄金族の兵って結構強いみたいなイメージがあったんですけど、祖宗の切り札だった青州兵ってのはもともと青州黄金ですしね、劉備が入る時にすげえ苦労した劉遠と戦った時の劉遠劉将の支えていた東州兵っていうのは益州黄金ですから、黄金どものを元にした兵力っていうのはかなり強力な宗教的な中隊があるんで、神のために死ねる人々っていうのは普通の人々に比べて強いんですよ。なるほどなるほど。だから強力な軍隊になります。そういうことだったんですね。ちなみに戦国さんが興味のあるキャラって劉備以外にいらっしゃるんですか？興味あるキャラですか？序章のお母さん先生のが知ってます？序章の序章は分かります、はい、序章の母さんようやくその劉備がマニアックすぎるよね。軍地に探していたら序章がそのついたことによって急に劉備が強くなったので調べた曹操がですね、序章っていうのが言ったってことが分かったことで、序章のお母さんを呼び寄せて偽手紙を書かせて序章を劉備と引き離させるっていう、知ってます？あ、知ってます、はい、偽手紙と見抜けずって書いてある。そうです、その女房が結構好きですまあさっきのお母さんの話につながるんですけどね、はいはいはい、母のあり方というか、はい、あ、別に女性自体にはそんな興味はないというか、あ、でも女性も好きですよ女性も好きです、はい、女性も好きですはいはいはい、そうですね。女性はね、貧乏人なんですよ、ものすごい出身が。だから彼が諸葛亮や宝刀と机を並べて学べるっていうのはありえないですよね。死ぬほど勉強したんだと思います。全然出身階層が違うので、はい、短歌って言うんですけど、だから善福っていう怪しい仮の名前を名乗るんですけれどもね、はいはいはい、あれ三国戦に多分わざと読み間違えて短歌の出身だって書いてあるところを善歌だって呼んで善福って言ってるんでしょうけど、はい、その短歌っていうのはすごく社会的に豪族って言われるような大都市優勢じゃない学問というものができない階層なんですよね、でそういうふうな階層の中でしかも人を殺したりなんかしてますから、そういう中でここまでの学問を身につけたっていうのはものすごいと思います。かなり努力家な方なんですね。ものすごい努力家だと思います。諸葛亮が劉備と出会う前にやっぱり劉備をすごい支えていた軍師っていうイメージが、劉備と出身階層は一緒なんですよ、はい、劉備や関羽と張飛たちってそういう階層なんですね、要するにまあ劉備の方はちょっと上ですけれども、学問っていうものがやりたくてもなかなかできないような、でそういうふうな階層だし、もともと用心棒なんかを劉備たちはやってましたから、社会階層が結構近くて、そういうふうなことで諸葛亮や宝刀や序章やっていうみんなお友達なんですけれどもね、そういうものの中で劉備とこう腹を割って喋れるっていうのは階層が一緒じゃないと厳しいので、で中小が先に。なるほど、そういう背景からいろいろ関係値も見えてくる、三国の例って序章がいなくなってから諸葛亮が呼ばれたんだっていうふうに三国志は説明しますけども、序章が部下の時に三国の例をやってるんです。序章が使えているのに諸葛亮を呼びに行ってるんです、劉備が。だから序章が諸葛亮というものに対して三国の例を尽くさせるんですね。やっぱり知識人たちっていうものをそうやって頭を下げてちゃんと迎えることができる立派な君主なんだっていうことをみんなにこう伝えたいわけですよね。プロモーションしてるわけです。
単なるヤクザモンの傭兵隊長じゃねえんだよっていう、そういうふうなことをするためには知識人にきっちりと頭を下げて3回、だってお友達なんだよ助手と諸葛亮って、うん、でお友達の上司が家に来るのに家にいないんですよ、人間としておかしいですよだからやらせてるわけです、もちろん3回行かなきゃいけないっていう形で、でそうやって3回こうやって行かせることによって、で自分たち住所も含めた知識人たちっていうものが官とか長期とかね、そんな連中が言うことよりも尊重してもらわないと自分たちの政権がこう作っていけないんですよ、はいはいはい、そういうふうなことなんで、例えば陳軍なんかはもともと劉備に仕えていたのに官長期の言うことばっかを劉備が聞くから逃げちゃって曹操の元に行っちゃうわけですよね。で結局支配が固まらない、領地が支配できない、そういうふうな中で序章が劉備に知識人にきっちり頭下げなきゃいけないんですよ、俺のお友達に諸葛亮ってやつがいるから3回出かけて行って頭下げてくださいねって腹を割って話せる回想なんですね。あーなるほどなるほど、なんかみんな仲良くみたいな側はイメージがあったんですけども、やっぱり知識派と武闘派みたいなのが派閥があったんです、うん、関羽なんかすげえ誇り高い男なので、うん、で自分が勉強できなかったんでちょっと偉くなったのと春秋左氏伝とか学ぶわけですよね、はいはい、でそういうふうな誇り高い男だからもともと勉強できてすげえ東大出てるようなやつ、そういうふうなやつに対する反発ってものすごい強いんですよ。だから諸葛亮がいなくなった後慶州の知識人たちが関羽の言うと聞かないので内部から崩壊して潰れていくっていう、そういうふうな人だし、張飛は逆に知識人コンプレックスがあって例えば流派っていうところに行ってお酒持ってって一緒に酒飲もうということを言ったんだけど、お前みたいな兵隊やろうと酒なんか飲めねえんだよ俺は、そういうことを流派に言われ、でそのことを兄貴に言いつけ、で兄貴から多分諸葛亮に話が行って、で諸葛亮が流派に対して流派が英雄なのは分かるんだけどああいう下の者がやってきた時には優しくしてくださいねっていうお手紙が残ってるんですよ、うん、演技は全く反映しませんけれどもねだから知識人と武将とのこう身分差みたいなものが激しくある、そういう時代なんですね。次の時代っていうのは貴族制の時代なので、はい、もう完全に貴族の家に生まれると貴族だしっていう、そういうふうにやがて時代は動いていこうとするんですね。そんな中で戦っている人々なんです。そんな話が分かってると精神に近づいていくんですけど、物語としての魅力はものすごい少なくなってきますよね。だから戦国さんの僕で分業をするのがいいと思います、はい、そこら辺の処理が演技はやっぱりうまいんですか上手ですよね、そういう処理はね。きちんとそういう対立みたいなものをこう隠蔽して劉備の陣のもと集団が一つにまとまってるような虚構を描いてるような反論お願いします。演技側の意見もさっき の, 助手のお母さんが自殺するっていう、はい、いいんですよって言いましたけれども、あれ史実だと死んでないんですよねお母さん。おなるほど、はい、その後ちゃんと曹操に面倒見てもらってなので小説を読んで、あ悲しいと思っても三国志の史実を見ると、あ生きてたんだよかったみたいなそういう読み方がいいと思います。小説を先に読んで歴史を読む、はい、あなるほど意外と生きてる人がいるというか、はい、結構ハッピーエンドみたいなものが描かれてるっていうか、いいか分かんないですけど、はい、じゃあなんか小説だからやっぱりちょっとその悲劇な感じで、そうですね、感動性持たせて書いてますけども、はい、他にもそういう演技だと死んじゃったけど実は生きてますみたいな、たくさんありますよね。いますか。うん、演技だと3回死んでるやつ、3回死んでるやつがいる。それはどなたですか。さあ演技だとってはいけないですよね。吉川先生の吉川三国志だと長江っていう武将がいるんですけど、結構有名な武将なんですよ。あ、はいはい、元遠征の部下の。そうですそうです、はい、よくご存知で、その長江さん、吉川さん の, 三国志だと3回死んでるんです。3回死んでるそれどういうことですか。吉川先生が殺しちゃったことを忘れてまた次の場面で使っちゃったんですよね、はいはい、だから吉川先生も晩年はちゃんとそのことを知っていて3回死んじゃった人いるんですねって笑ってますので、そうこの人かわいそうに3回死んでいます。長生きなんですよこの武将。あなんか結構昔からずっとその後半までいるイメージですよ。そう諸葛亮に殺されていくまで実働40年間か50年間ぐらい武将やってますよね。うん、そういうことなんで武将っていう風なものは自分で剣抜いて一生懸命戦うとかそういう風なことは基本的にないんですよ。騎兵ならばともかく、はい、騎兵は指揮官が自分で馬に乗って指揮しなきゃいけないんで、騎兵の指揮官具体的には長雲とかあるいは呂布とかそういう風な人は戦いますけれどもね、長江なんかこんな剣抜いて前線に行ってる時ってもう死ぬ時以外ないんです。司令官ってのは前に出ませんから、司令官死んじゃうと軍潰れちゃうので1万単位の軍を持ってて自分で出かけていって一騎打ってそんな無責任なやつはいないです
増田さん悲しくなってませんか、大丈夫ですか戦ってないと聞いてなんかまあやっぱりゲームやってる勢としてはやっぱりその先陣に立ってもらってねえもうそうですよね、道を切り開いてもらうっていうのがまあ好きですけどもそういう意味ではあの君主自ら戦っていた劉備っていうのは珍しいですよね。孫権なんか出てこないでしょ、あの戦場に。赤壁の時だって出てこないですよね。孫権であの5の方だと思うんですけども、はい、孫権って結構その武家みたいなイメージが勝手にはあるんですが、意外とそうでもないって感じですかね。いやあのお兄ちゃんとお父さんはすげえ強いんですよ。はいはい、あの部隊長としても強いし自分個人としても強いんですけど、硬い方の剣のお父さんですね、はい、うちの周りのあの連中はパパ剣って呼ぶんですけどね。パパ剣、パパの孫権と息子の孫権、あ、なるほど、パパ剣って言うんですが、そのパパ剣個人は指揮能力も高いので、だからその武力によって台頭していくんですけどね、はいはい、でお兄ちゃんの孫権の方も武力によって台頭していくんですが、息子の孫権の方は知識人をね、周瑜とか老宿とかそういう風な人々をうまく利用して政権を作っていくっていう、そういう形を取っていきますよね。そう、せっかくなので今孫権を、これはパパ権ですかね。パパの方ですね。パパですね、はい、強そう、すごい強そうな感じですね。この人武力値いくつぐらいあるんですか。武力値は90ですね。あ、もうちょい上げてもいいぐらいの、その本当強いんですよこれ、魅力も高いですね。そうですね、政治能力はもっと低くていいと思います。違うかな、バカですね。政権の拠点が気づけませんでしたね。演技の方ではどうですか、このパラメーター的には。私やっぱ尊敬できたんで、玉璽を井戸から拾ったっていう。それそうですね。知ってます。あ、玉璽を発見したっていうエピソード。そうです、そうです、はい、そう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 のイメージがすごい強いので、うん、ラッキー男、ラッキー男、はい、なんか割ともう序盤で退場しちゃうイメージではありません、その三国志の歴史の中では。まあそうですね、まあ、でもね、彼が董卓が暴いた漢のお墓を一生懸命埋めるじゃないですか、うん、だからあの漢を助けていくんだっていう名目が息子くんたちに与えられるんですよね、うん、だから呉の正当性っていうのは彼が作ってますし、これからあの郊外とか市とか呉の政権をずっと支えていく武将たちがいますよね、うん、赤壁の戦いの主力になったような、それは全部この孫権が引き連れていた人々なんですよ、うん、でしかも同じ出身地のやつって市しかいなかったはずで、あとはもう孫権が転戦していく中で孫権の武将としてのこの魅力に惹かれてくっついてきた連中なんで、非常に強力な武将集団、これから戦うための正当性っていうものを彼が用意したんですね。だから短い一生でしたけれども、それなりにきちんとした役割を果たした人だと思いますね。なるほど、まあ、それゆえにやっぱ魅力値もかなり高めに設定されてるっていう魅力あると思いますよ。あ、なるほど、なるほど、あ、書いてありますね、その史実の方の文章でも、まあ、艦長に尽くしたっていう、うん、そうなんですね。で、あの要人の戦いで甲斐を撃ってますからね、実際に。これ三国志演義だと関羽が撃ったことになって、ああ、そうですよね、全然ダメなんですけど、ね、全然ダメ名場面じゃないですか、酒が、ね、冷めないうちに甲斐を切ったって。あれはいいよね。いやいや、名場面ですよ、あの関羽登場のね、すごい大事な場面。わからない方もいらっしゃると思うので、その名場面の話をちょっと千石さんお願いしてもよろしいですか。あの甲斐っていう武将を切るんですよね、はいはい、かなりあの前半のところなんですけど、あの悪者董卓を叩くっていうのは17鎮諸侯っていうのが集められるじゃないですか、うん、でその時に袁紹が名手だったんですよね、うん、で敵と戦う時になかなか倒せなくて、でそれであの関羽が出て行って、はい、出ていく前にお酒を曹操が渡すんですけれども、うん、帰ってきてから飲むからって言って、それで彼の首を下げて帰ってきたんですけど、うん、その時まだお酒が冷めてなかった、つまりあっという間に切って帰ってきたっていう描写なんですけど、一応三国志演義の話の中ではあれが関羽が登場して、まあ、戦って強い関羽が最初に描かれる場面としてまあ有名です、うんうん、そこでやっぱ関羽の強さみたいのが初めて出てきたというか。そうですね、はい、はい、名場面だと思います。酒が冷めていなかった、曹操が酒を渡して受け取るとかっていうその描写のされ方が、うん、やっぱり横山ミステルの漫画であったり吉川英治のお話であったりとか、スリーキングダムスっていうドラマもそうですけども、中国が最近作った、それぞれなんか作り方が違って、お酒のその国の文化っていうんですか、うん、同じ日本でもその時代の文化というか、それがなんか描き出されてるような感じがして面白いので、そこ見比べても楽しいです。熱く語りました。